はい、こちらが仁木山古墳でございます。どうなんですかね、仁木山古墳。はい、こちらの方が三好石塚古墳、前方後円墳でございます。昔聞いた時はそんな話だったけどね。吹き石してありますけどね、もともと吹き石あったんですがね、その吹き石はこの中に全部ねしまい込んであるそうですわ、この中にね。さあ伸び上がってみましょうか。二条山、桂木山、金剛山見えないか。で周りは星になってます。星になってます。お、みんな星はね。あ、あそこにね、お寺さんがあるんですね。その向こうにね、お寺さんが。なんかね、牧野古墳。これはどうなってんの。これは円墳で55メーターになってるね、高さが13メーターで。そうすると石室は、石室の高さ何メーターの、船頭が長さ10メーター、高さが2メーター、幅が 1.8 メーター。玄室が長さが7メーター、幅が 3.5 メーター、高さ 4.5 メーター。ちょっと低いんやね。それでもね、さすがの西舞台古墳に匹敵するようなこと言ってたね。それ見に来たんやね。そうそう、今日はね、今日は珍しくライト持っていくじゃん、ライト。いつもライトが暗いんで、ちょっと大きいの買ってみたんやけど、どうなんだろうな。このライト買ってみたんやけど、これ。ちっちゃいね、入ってみましょう。ゆっくり眺めますよ、今日は。誰もいないから。ここね。ちょっとね、こう頭が当たるんでね。これ、ここからこの石の大きさ分かりましたろ、これ。おっと。それでね、この奥もずっと、この前こう、行ったらね、塔が立ってるんですよ。やっぱすごいね。これね、石1、2、3段かな、正面は。正面は3段ですかね。で、天井石が1枚、2枚、3枚かな、3枚ですね。3段、4段か。4段でございますね。この積み方が将来的にはね、お城にも発展するんですよね、これが。そうしたやつのいろんなやつがどっか役場の、展示場にあるらしいんでね、それをちょっと見に行きましょうかね。じゃあ行きそう。それこちらがね、三田の宝塚古墳でございますけどね、これは公園部の方やけど、くびれ部あたりにね、看板があるんやけど、ここは、空調か。ここ入れたかね。このロープは何だ？あら、誰かここで、まさか生活してたんじゃないやろね。ああ、だいぶね、もう崩れてしまってるかな。ここ一番高いとこかね。ということは、この辺にね、ないか。この辺にあれないかね。石室は見当たらない。まあ古いから、あれかな。建て穴式かもしれんな、この頃は。ここで古墳事故で切れたけどね、ちょっと看板が全然立ってないかわからん。どう見ても古墳でしたろ、これ。看板立ってないね。そういうこと昔聞いたんだけどね、古墳事故ね。ほんで見とんねんけど、わからへん。ちょっと下を降りてみるか。わあ、マグかやな。これか。
605分これでございますか。特殊機材でございますか。壺金具ね、筋金具、まあバグの金具やね、これほとんどが。鉄管日当たりことやってるね。これが津山古墳で出てきたあの埴輪だそうです。継承埴輪。もう展示やめはんのかね、これ。撮影可能、はい。津山古墳で、これか。これとね、の開業でちょっと変わります。はい、行ってみましょう。観光課かなんか出してはらんかな。多分観光課もだから、ウルブカオフに特化したものではなくして、うん、その町内の遺跡用のあらましをこう抜粋したみたいな、そんな冊子。結局これ、みんな乗っとるんだね。そう。そうでいくつか。石室は、くり抜き式の家型石棺。薩山市で製作された石棺の長さは224センチ、幅100ね。これはすごいよ、この切り石は。平たく切ってね、それ立てて、左側の方ね、高さが、下がね、埋まっとるから。この、これ、すごいね、この石棺も。蓋はどこに行ったんだ？奥に入ってみるとどうだ？わあ、すごい。これはすごいわ。これ1枚しかね、奥も1枚かね、側面も1枚かね。ああ、すごいね。こっちも1枚。で、天井石は？天井も1枚かね。すごい。まあ、だいぶ後やな。だいぶ後でございます。この加工の仕方はね、一応両層になってるし。わ、すごいな、これ。西宮古墳、ちょっと感激新たやわ。全然こんなにすごいと思ってなかったね。おお、木の根が。あ、すごいですわ。これもやっぱりね、ちょっと横に倒れたんだよな。はい、だから次は武道塚古墳行ってみましょう。はい、ありがとうございました。西宮古墳でございました。素晴らしい石図が見れますよ。石棺まで一気残ってますね。武道塚古墳、全長が前方後円で60メーターぐらいあったかな。60メーター。現室が6メーター、幅 1.9 メーター、高さ 4.4 メーター。お、結構大きいね。西の宮古墳もなかなかね、いい古墳でございますね。これ初めて来たよ、こう上がってものすごく草木がだあ買ってあるわ。すごかったんだけど、このこれだな、これがいっぱいな、はあ、これはいいわ。蛇が出るんちゃうか言いながら歩いた記憶あるわ。60メーター。はい、着きました、船長。こうか。こうやね。これが豊富能で、こっちが栄墳でございますね。武道塚古墳の外形と石碑です。ああ、なるほど。外形もちょっと崩れてますか。世界の墳丘さんからがちょっと今お会いしましてね。今日はもう話が長いんですわ。あっちこっちでね、回っとんねんけど。世界の富久さん、はい、やってきました。今回2回目でしたかね。
ほんで今ね、残念なことに、うわ、すごいな。ライトをね、持ってくるの忘れないんで。まあ、日比谷県大丈夫か。あ、やっぱりね、はいはい、わかりました、わかりました。いやー、すごいけど、やっぱりね、6世紀やな。西宮古墳と見るとやっぱりだいぶ違うな。あそこ1枚やったな。石碑は小さいんやけどね、1枚やった。これ奥の方は1枚、2枚、1、2、上の方はあれ、どうなった。ああ、上を合わせてくれてんねんな。天井は1枚やて、すごっ。おー、天井1枚か。これはすごいぞ。あ、じゃあ2枚か。大きいやとちょっと小さいやとね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。鵜戸塚古墳でございました。はい。連峰公園、玄城塚古墳でございました。入りませんでした。ありがとうございました。なんかやってんの？なんかやってんの？え？あ、聖教。聖教のお嬢さん方。聖教の何？この全部。え？わしよかった。回ってるんですか？回ってる、下向けてる。ああ、よかった。何やったら、取りましょうか？天井塚古墳。飛んできたんですか？あれ、前方公園風やけどね。どっか入れるか思うときは入れないんですか、ね、中に。向こうから入れるんですか、ね、どこからですか。いや、向こう裏側の方から入れます。そうですか、うん、裏から。登れます。登れますの、うん、こんな良いこと聞いた。登ってきますわ。うん、ありがとう。うん、すいません。ブルースカイゆかりチャンネルです。分かってないかな。うわ、聞いてよかったね。ちょっとね、裏から登れるんやって。裏から登れるらしい。さあ、登りましょう。これはね、看板は、ナビで、看板のとこ刺すからね。やっぱりね、道をぐるっと回らないからね、わからへんね。登れた。こういうことか。なるほど、なるほど。はい、登りましたね。もうね、こういうふうに前方こういうふうやね、間違いなく目黒城です。3回目にしてやっと来れました。目黒城の建国にして建して鶴山古墳、全長8メートル、現状長 42メートル、幅 2.2 メートル、現実高 2.45 メートル、両袖式の、わあ、これは大きいわ。何やろうな、あ、これそうやな、石棺。高さ 2.45 メートル、高さちょっと低いかな、今まで見た中から言うとね。これが破壊されたか。あら、破壊されてるんや。あ、なるほどね。かなり大きい石も使ってくれてるね。あら、蓋が向こうにね、押しやられてるんじゃね。これもかなりね、かなり平らに削ってくれてるんだけどね。平らに削ってくれてるね。上が天井石が1枚、2枚。高さが、いや、2メーター50くらいかな。だから。わあ、すごいね。玉手山1、5分から行ってみましょうかね。2、5分、3、5分は。これ2、5分なのかな。墓地になったんだけどね、珍しいでしょ。15分、全長110メーター、前方公園ですけどね、高さ変えてないか。これね、玉手山15分、
電報公園行くんですよ。ちょっと上がってみようか。上がれそうや。あら、草が全然生えとらんがね。こんなやつちゃんと持ってるね。ほら、お墓でございます。まだ1号墓が公園部にお墓があるだけでございますけどね。2号墓がみんなお墓の墓になってます。2号墓がね、みんなお墓になってます。ほんま珍しいんですわ。大阪でも全部お墓になってるのは少ないんですよね。これが奥田さんとこの墓でございますか。本気の上にね、墓。向こう前方公園行くんですけどね、ここ全部墓でございます。低いんだけども、前方公園行くんでございます。じゃあ2号墓行ってみましょうかね。2号墓2号墳帰ってないか。1号墳110メーター。この100メートルぐらいあるかもしれんな。ダメだな。ちょっと入ってみようかなか。はい。入って。はい、失礼します。入りまして、公園部の方をちょっと覗いてみましょうかね。じゃあこっち行ってみましょうか。なんとなく台を見たらね、この方が墳丁という感じやね。ほら、墳丁、公園部の墳丁でございます。あれ1号墳です、正面がね。これ阿部の春風ね。はい、阿部の春風でございます。距離的なことないんでね。で、宝墳の方を見ると、これ宝墳でございます。これ、全部がもうお墓でございます。間違いなく。これだけ見てもらっても、これ、ただの墓地やないかと言われるか。せやな、なんか看板線を探さなあかんな。墓地やないかと言われそうやね。ちょうど突き当たりが公園部でございますね。手前が宝墳でございます。ちょっと上から見えないかな。墓地、前方後円墳の、前方後円墳の墓地でございます。はい、な、次は3号墳に行ってみましょうか。前方墳が10基ほどあったじゅうで、あ、書いてあるね。全長100メーター、すごっ。縦穴式、粘土質、各2つの埋葬室だったと言われますが。山通りになってますね、これは。山の周りに何か昔回った、上上がってんな。何か何も見え方ちゃうか。やっぱり確かこんな感じだった。変わってないわ。変わってませんわ。だからこれはね、公園部やけど、こういうふうに柏は全部見える。これすば、なここの建物これ見えるじゃないですか、全部。そうですよね、素晴らしいね。うん、はあ、ここは玉手山になるんですか。え、玉手山になるんですか。玉手山遊園はこっちが違いますね。ここは玉手山っていうんじゃないですか。あ、そう、ここはね、旭ヶ丘っていうところなんですよ。旭ヶ丘、はい。あ、こうね、はい、ちょっと見せてもらおう。こっち側はね、もう滝やぶでなってね。ありがとう、すみません、ありがとうございました。大きに、はい、3号、1号墳、2号墳、3号墳でございました。